カシノ。カシノは、大日本帝国海軍の運送艦、旧兵艦。艦名は、紀伊半島南端、大島の東端にあるカシノ崎に由来する。カシノの全体像を写した写真はないとされている。旧兵艦とは、武器、弾薬などを輸送する艦のことであり、通常は、弾薬防発防止のための冷却設備等を備える。しかし、カシノの実際は、 旧兵艦ではなく、大和型戦艦の主砲方針、主砲等を運ぶ、専用の砲塔運搬艦であった。日本海軍は、大和型戦艦の建造を決定したが、その主砲を、94式40センチメートル砲と、故障するなど、合計46センチであることは極秘になっていた。その46センチ砲は、呉海軍交渉において製造されるため、 同所で建造される1号ヤマトと4号艦、111号艦以外の2隻、すなわち2号艦、武蔵、三菱重工業長崎造船所と3号艦、110号艦、の横須賀海軍交渉の偽装を行うためには、手法及びそれらの部品を輸送する必要があった。当時、給油関しれとこは40センチ砲塔の運搬を行った実績があった。 だが46センチ砲を運搬できる、運送艦、貨物船はなく、既存の輸送船の改造も含めて検討されたが、大和・武蔵建造を決めた第三次補充計画において、本船を新造して対応することが決定された。また民間船を使用した場合の情報漏洩を恐れ、機密保持を徹底させるためという意見もある。計画番号 J1 に、仮称艦名は、第55号艦。 ヤマト型の手法の運搬にかかった金額は、カシノの建造を含めて、とんでもなく高くついたとされる。本館は、一航海で一機の手法刀、方針三本、砲塔要装甲を輸送できるよう設計された。一度に、手法方針六本、手法塔二機を輸送できるともされる。51センチ砲搭載を予定した、超ヤマト型船艦用の砲塔搭載も、 設計時に想定された。上甲板には計算箇所のハッチがある。最前部のナンバー1ハッチは長さ19.2メートル、幅11.0メートル、主方針の運搬日支が出ないように方針の長さ20.7メートルとほぼ同じ長さとなっている。ナンバー2ハッチは長さ13.6メートル、幅12.5メートル、ナンバー3ハッチは 長さ15.7メートル、幅14.8メートルの楕円型で3番目の戦争が最大だった。貸方運用庁は最大のハッチ、砲塔旋回部用は直径16メートルの円形と改装している。艦幅に対してハッチ部分が非常に広いので上艦板での船体強度確保のために船体の断面は上部が外側にまくれたような特殊な形状をしている。 また、砲塔の輸送中に他船との接触や座礁で戦争に浸水すると国防計画に重大な影響が出るので戦争の部分は船底の二重艇がそのまま原則の上甲板まで続く軍艦と同様な二重構造となっていた重量物を積載する関係で極端な低重心構造で設計されており波浪の際には激しい横揺れが発生した 耐え難い乗り心地という報告が残っており、後ほど上甲板に後半を積み重ねて乗せて、重心を上げる処置が実施された。砲塔や砲身を輸送する場合の上げ下ろしは、交渉や造船所にあるクレーンを使うので、本艦にデリックの必要はないが、通常の貨物の輸送にも使えるように装備された。その場合はハッチが大きすぎて不便であり、船体の補強を兼ねて、後半を 秒節、開口部分を小さくして使用し、後半を外せば再度砲塔の輸送ができるようにした。機関は技術吸収の意味もあり、外国から輸入、スイスのブラウン・ボメリ社製のタービンとアメリカのラモント社製の缶を搭載している。缶は蒸気温度450度、圧力5 0ラム平方センチメートルと、島風型駆逐缶島風の400度、4 0ラム。 平方センチメートルを上回る高温、高圧缶だった。さらに、輸入した缶が不調だった場合に備え、日本製の保護缶ン式缶を2機搭載、これだけで全力発揮できるようにし、2種類の缶の比較実験も兼ねた。また輸入が間に合わなくなった場合に備え、タービンは揉み型畜缶揉みのもの、缶は戦艦伊勢から陸揚げしたものを臨時に搭載する、第2案も準備されていた。 カシノは、三菱重工業長崎造船所の S755 番船として、建造された。1939年、昭和14年7月1日、三菱長崎造船所で起航、銅造船所では、すでに、武蔵を建造中。12月23日、日本海軍は建造中の不設艦を煽ったか、運送艦をカシノと命名する。1940年、 昭和15年1月26日、浸水。同日府で、村尾次郎大佐は下市の偽装委員長に任命される。1月30日、下市の偽装委員事務所は事務を開始した。7月10日、下市の和春光。村尾大佐は下市の特務官庁、初代となる。偽装委員事務所を撤去。11月1日、長崎造船所で、武蔵が浸水する。 1941年、昭和16年、武蔵の砲塔部品輸送のため、呉から長崎へと三往復の航海。この三往復の航海のみが、本来の任務に使われた航海であり、以後、大和型戦艦の砲塔輸送任務に当たることはなかった。3月25日、村尾大佐、菓子の特務艦長は、真光洋工部公務部部長へ転任。伊藤隆大佐、空母赤城艦長が、 公認のカシノ特務官庁となる。8月11日、カシノ特務官庁は、伊藤大佐から土井公大佐に交代した。1942年、昭和17年2月16日、軍需品を搭載して、海南島に向かう。3月15日、クレに帰島。しばらく内地での輸送任務に従事した。7月24日、クレを出撃。 南西方面での輸送任務に従事する。8月、カシノはバリクパパン、ボルネオ島からニッケル鉱石を搭載して内地に向かう。9月上旬、横浜港を目的地として高雄市、台湾を出発、速力12ノットを発揮して航海を続けた。9月4日、台湾沖で米海軍潜水艦、フロムラーの来撃を受けた。午前9時50分に、 魚雷三本を受け、第一戦争と第三戦争に、各一本が命中。カシノの艦艇を通過していった魚雷もあったという。総員退去命令後、カシノは、艦首より沈没。沈没地点記録。乗組員や便乗者は、カッターボートや、天馬船に移乗し、救助を待った。艦長以下190名は、高千穂丸に救助されたが、 200名以上が行方不明となった。一部乗組員は、キールに行きの高さ5丸に救助されたという。カシノの運用は、わずか2年で終了した。なお、本館の喪失と、ミッドウェー海戦における主力空母損失に伴う空母増産計画により、ヤマト型船艦3番艦第115艦は、空母、シナノとして竣航した。シナ用に作られた方針は、 使われることも運ばれることもないまま取り残された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。